対局のたびに何を選ぶのか注目が集まる勝負飯やおやつ。沼津市は来月の棋聖戦で対局する藤井七冠と山崎八段に食べてもらいたい和洋中とスイーツの中から沼津グルメを市民から募集、上位6品を発表しました。和食からはアジフライ定食と老舗店の釜飯、洋食はボリュームたっぷり勝林、そして中華は人気店の餃子です。また手土産にはロールケーキとみかんのゼリーが選ばれました。ちなみに去年沼津市で開催された棋聖戦で藤井七冠が選んだのはこちらの勝林。選ばれた時店主の反応は、正直びっくりしましたよね。なんでうちなん、沼津ったらやっぱ魚介なんだよねとか思ったんだけど、でも選んでくれたんだ、嬉しいなと思って。藤井七冠が食べた翌日、お店の前には多くの人が。お客さんが増えると見込み、用意した肉はいつもの2倍、厨房も大忙しで、勝負飯特需を身をもって感じているようでした。先週行われた将棋の8大タイトルの一つ叡王戦、決着は最終局の第5局まで持ち込まれ、伊藤七段が勝利し初タイトルを獲得しました。伊藤さんの、そうですね、お強さを感じるところも、そうですね、本当に多くあったので、それをこう、糧にして、そうですね、また、頑張っていきたいと思います。タイトルを奪われた藤井七冠ですが、これまで沼津市で対局したタイトル戦は2戦2勝、相性のいい土地なんです。そんな沼津市での来月の対局で食べてもらうことになるかもしれない沼津グルメ、こちらは候補となった店舗の一つ、創業1927年、釜飯やうなぎが人気の和食店です。でも釜飯を出すお店ってなかなかないので、絶対美味しいと思うので選ばれたら嬉しいです。勝負飯候補の釜飯、お値段は1980円、炊く時間はおよそ20分ですが、その間の工程がポイントだといいます。ガスをで一つ一つ炊いてる、生の鶏だとか鮭だとか、そういうものの旨味がもう順番に入れながら炊くんで、旨味が凝縮するっていうんですかね、お米に全部入るんで。今はうなぎや桜エビなど5種類の釜飯がメニューにありますが、鶏と鮭の釜飯が一番人気だといいます。それがすごく嬉しいですね。びっくりしたんですけど、もう昭和2年からやってきて、そうやって認めてもらえたっていうのが何より嬉しいですね、自分たちも。一方で気になることも。沼津御用邸での対局は来月23日の予定ですが、これまで藤井七冠がすでに2勝しているので、山崎八段が2連勝しないと沼津では開催されないことになります。しかし仮に第4局までに決着してしまっても、祝勝会は沼津のホテルで開催されます。その時勝者に昼食として今回選ばれた4品の中から選んでもらう予定だということです。最終局まで勝負がもつれるのか。第3局は来週月曜名古屋市で開催され、勝負の行方に注目です。